六音寺。六音寺は、京都市北区にある臨済州小国寺派の寺。建物の内外に金箔を張った山層の、老角建築である斜利殿は、金閣、斜利殿を含めた寺院全体は、金閣寺とて知られる。小国寺の山大達中寺院である。寺名は、会期、創設者である、室町幕府三大将軍、足利義光の宝号、六音院殿にちなむ。 三号は北山。寺門は五十七霧。吉光の北山山層をその死後に寺としたものである。斜利殿は室町時代前期の北山文化を代表する建築であったが、昭和二十五年、1950年に放火により消失し、昭和三十年、1955年に再建された。平成六年、1994年にユネスコの世界遺産。 文化遺産、古都京都の文化財の構成資産に登録されている。この地には、鎌倉時代の元人元年、1224年に、藤原君常、西恩寺工業が西恩寺を建立し、合わせて、山荘、北山大を営んでいた。これらは、工業の子孫である西恩寺家が代々所有し、同志は、代々朝廷と鎌倉幕府との連絡役である、関東申し継ぎを務めていたが、 鎌倉幕府滅亡直後に、当主の西恩寺公衆が、古代醐天皇を西恩寺に招待して、殺しようとする謀反が発覚したために逮捕、処刑され、西恩寺家の膨大な所領と資産は没収された。このため、西恩寺も次第に修理が及ばず荒れていった。欧永四年、1397年、室町幕府三大将軍、足利義満が、河内の領地と交換に、 西恩寺を譲り受け、改築と新築によって一新した。この、吉光の北山山荘は、当時、北山殿、または北山台と呼ばれた。邸宅とはいえ、その規模は御所に匹敵し、政治中枢のすべてが集約された。欧英元年、1394年に吉光は、将軍職をこの吉持に譲っていたが、実権は手放さず、北山台にあって、政務を取っていた。 王永15年1408年に、吉光が死亡すると、吉持は北山台に住んでいた、伊母帝義継を追放して自らここに入ったが、翌16年1409年には、北山台の一部を破却して三条坊問題に移った。その後、吉光の妻である北山院、日野康子の御所となっていたが、王二26年1419年11月に、 北山院が死亡すると、シャリデ殿以外の神殿等は解体され、南禅寺や県人寺に寄贈された。また、欧永10年、1403年の小国寺七重、王殿、高さ約109メートル、日本史上で最も高い仏塔の消失を受け、吉光は当地に七重、王殿、北山王殿、小国寺七重王殿と、同程度の規模化を混流していたが、これも、欧二23年、 1416年1月に落雷で消失したため、改めて吉持は、小国寺に七重王塔を再建するよう命じている。王永27年、1420年に北山大は、吉光の遺言により、禅寺とされ、吉光の法号、六音院殿から六音寺と名付けられた。無双祖籍を、勘定解散、名目上の解散としている。王仁の乱では、 西軍の陣となり、建築物の多くが消失したが、江戸時代に主要な建物が再建され、斜利殿も、慶安2年、1649年に大修理された。明治維新後の廃物希釈により、事業の多くが返上されて、経済的基盤を失ったが、当時の十二世住職監修、小一により、明治27年、1894年から庭園。 および金額を一般に公開するとともに配管料を徴収して収入を確保した。車ャ伝金閣は古社寺保存法に基づき、明治30年、1897年12月28日に特別保護建造物に指定され、昭和4年、1929年7月1日の国宝保存法施行に伴い、旧国宝に指定された。また、 明治37年1904年から明治39年1906年に解体修理が行われた。庭園は、史跡名称天然記念物保存法、文化財保護法の前身の一つにより、大正14年1925年10月8日に、史跡名称文化財保護法により、昭和31年1956年7月19日に、 特別史跡、特別名称に指定されている。昭和25年、1950年7月2日、未明、放火により、国宝の斜利殿、金閣と安置されていた、仏像等を消失、金閣寺放火事件。文部省文化財保護委員会と京都府、教育委員会で協議が行われ、国宝指定の解除と、金閣再建の援助が決定された。再建費用として、 政府や京都府からの補助金、経済界や全国各地からの寄付金など、約3000万円、当時が集められ、昭和27年、1952年着工、昭和30年、1955年春工。同年10月10日に、落景法要が営まれ、創建当時の姿に復元された。昭和61年、1986年から翌62年、 1987年に金閣の昭和大修復が行われたほか、平成9年、1997年に床底の解体修理、平成17年、2005年から19年、2007年に工場の解体修理も割れている。平成6年、1994年12月、当時が構成要素の一つとなった世界遺産、文化遺産、 英と京都の文化財が登録された。平成15年、2003年茶室、常田理邸に、シタン屋根を用い、最新技術を伝統建築に融合させた、代表例となっている。新日鉄住金トランティキシー一端。録音自社理念、以下、金閣と表記の建築形式、間取り等については、以下の通りである。なお、 昭和25年に消失する前の金閣、大米5年、1398年頃完成と、昭和30年に再建された金閣とで細部に違いがあり、以下の説明は、再建金閣についてのものである。金閣は、木造3階建ての廊格建築で、六音寺境内、京古地のあぜに難面して立つ。屋根は、宝業造り、苔らぶ器で、焼いただけに、 同性法を置く。三階建てであるが、初層と二層の間には屋根の出を作らないため、形式的には二十三階となる。初層は金箔を張らずしらき仕上げとし、二層と三層の外面、降欄を含むは全面金箔張りとする。三層は内部も全面金箔張りである床面を除く。初層と二層の平面は同系同台で正面五軒。 側面島とする。ここでいう、間は、長さの単位ではなく、柱間の数を表す。初層と二層は通し柱を用い、構造的にも一体化している。三層は一回り、小さく、片三軒である。初層は、乗り水院と称し、正面の一軒通りを、吹き放しの広縁とし、その奥は、正面五軒、側面三軒の一室とする。 正面の五軒は当間ではなく、西から二軒目、本尊を安置する位置の柱間が他より広くなっている。この室の正面は五軒とも住宅風の下どとし、両側面、東、西面は、それぞれ前より一軒を板扉、後より二軒を土壁とする。背面、北面は五軒とも土壁である。以上の土壁には腰抜きを通す。うち、北面の腰抜きは、 建物の外側から見えるが、東、西面の腰抜きは、室内側にしか現れない。初層の西側には、池に張り出して、すすぎ清と称する方一軒、切り妻作り、吹き放しの小点が付属する。初層室内は一室とするが、天井に設けられた仕切りによって、西側の間口三軒の部分と東側の間口二軒の部分とに、緩やかに区切られる。西寄り三軒の部分は、 奥に、趣味団を設け、団上中央に、奉冠釈如来座像、向かって、左に、発帯の足利義満座像を安置する。床は板敷き、天井は、鏡天井とする。二層は、超温度を吐消し、刺繍に円と降欄を巡らし、外面と降欄を全面金箔張りとする。西側は、正面の間口三軒、奥行き一軒分を、吹き放しの広縁とし、 その奥に位置する方三軒を二日間とする。東側は正面2軒、側面島の一室とし、仏間との間は槍戸で仕切られる。仏間正面は中央間が両開き多ど、両脇間は上部を甲子窓、下部を腰壁とする。仏間内部は趣味岩城に観音菩薩座像、岩屋観音を安置し、趣味岩周囲には4天王像が立つ。壁と床面は黒うし塗りとし。 天井には、非天像を描く。広縁は床を黒うるし塗りとし、天井には頬を描く。東側の室は、正面側2軒と広縁境をマイラドとする。東室の内部には、初層から三層をつなぐ階段があり、上り階段は三層の北側の縁に通じている。二層の東表と西面はすべて、板壁とし、北面は、西から2軒目。 趣味団の背後を板扉とする他は板壁とする。三層は旧京町、区京町と称し、宝三県の一室で、仏舎利を安置する。初層が死御堂を用いた神殿造り風。二層がマイラド、格子窓、投げしを用いた和洋仏道風であるのに対し、三層は三、カラと加藤窓を用いた全州様仏道風とする。 高欄も二層のそれが和洋であるのに対し、三層の、それは逆連柱を用いた全宗様である。三層の柱間装置は、東西南北とも同じで、中央間を三、らと両脇間を下等窓とする。三層は、天井や壁を含め内外ともに、金箔張りで、円と内部の床面のミクロ漆塗りとする。再建金閣は、村田次郎らの指導で、 昭和27年から再建に着手し、昭和30年に落計したものである。消失前の金閣は、明治37年から39年にかけて、解体修理が行われていた。再建金閣は、この解体修理時に作成された図面をもとにして、消失前の建物の構造、遺書を基本的に踏襲している。ただし、小村部材の調査を踏まえ、 球状に複数形で一部変更された部分もある。最も顕著な相違は、消失前の金角は3層のみに金箔が残り、2層には全く金箔が残っていなかったが、再建金閣では3層のみならず2層の外面も全面金箔張りとしている点である。これは次のような根拠に基づくものであった。明治時代の金閣の解体修理の後、 再使用されなかった二層の隅木、屋根の四隅に用いられる、謝罪の部分が別途保存されており、花入れに加工されて、別途保存されていた。昭和25年の金閣炎上後は、この花入れ、旧二層、隅木の一部が唯一の焼け残った部材となり、この部材に金箔が押されていたことから、再建金閣では二層も金箔張りとすることになった。 建築士屋の宮上重隆は、最も風雨にさらされやすい部材である隅木の実に、金箔が残っているのは、不自然であるとし、二層には、本来金箔は貼られていなかったとする。また、消失前の金閣では二層の東表と西面の中央に、連合窓が設けられていたが、再建金閣では二層の東、西面はすべて壁となっている。光の孫、八将軍。 足利義政はたびたび録音寺に参詣し、金閣にも登っていることが記録に残されている。影良剣日録には、応仁の乱が終わって八年ほど経った、文明十七年、1485年10月15日、義政が参詣した、際の、義政と、亀、泉修正、影良剣日録の筆者のやりとりが記録されている。金閣は、応仁の乱には焼け残ったが、 当時の境内はまだ荒れており、庭の封じの大半が乱のさなかに切られ、池の水量も減っていたことが吉政と亀泉のやりとりから伺われる。吉政の問いに対する亀泉の応答によると、二層に安置されていた観音像は応人の乱で失わ、新しい像に変わっていた。また、三層には阿弥陀如来と二十五菩薩の像を安置していたが、像本体は失われ、 像の背後にあった白雲だけが残っていた。録音寺金閣は、国宝保存法により、国宝に指定されていたが、昭和25年7月2日、未明、学僧、林証券、当時21歳の放火により、炎上、金閣寺放火事件。国宝金閣、斜利殿は、全哨、国宝、足利義満座像、伝雲警作の完全音菩薩像。 春日武士作の無双祖先像等十体の木像等も消失した。林は寺の裏山で自殺を図ったが一命を取り留めた。彼の母親は事情聴取のために京都に呼ばれ、その帰りに小津京で闘神自殺した。この事件は三島幸夫の小説、金閣寺、水上務の小説、五番町夕霧楼、金閣炎上の題材にもなっている。なお、 頂上にあった法を及び、旧京町の機体は、火災以前に取り外されていたため、消失を免れて現存し、このうち、近藤法王は、平成11年、1999年に、京都市指定文化財に指定されている。現在の金閣は、前述のように、明治37年から39年の解体修理の際に作成された、旧建物の詳細な図面や写真。 古文書、小存在等の資料をもとに、昭和27年3月22日から3年をかけて復元再建されたもの、昭和30年10月10日に、落景法要が営まれた。その後、再建から10年余りで金箔が剥落して、下地の黒漆が見えるようになり、その漆も紫外線で劣化するようになったため、 昭和61年2月から翌62年10月まで1年8ヶ月、総工費約7億4000万円。当時を通じて昭和大修復が行われ、漆の塗り替えや金箔の貼り替え、天井画の復元等の修復工事が行われた。この修復工事に際し、金箔は通常約0.1メートルの5倍の厚さ、約0.245から0.55メートルの5倍箔。 約20万枚、約2 0ラム、漆は、国産の、常房寺漆約1.5トンが使用されている。最上層の天井板は、楠の木天井の一枚板であったと伝えられるが、それは誤りであり、複数の板を用いた鏡天井であったという。一方で、一枚板は、天井ではなく床板であるという説もある。例えば、洋修不死巻き後に見える。 六音寺の説明には、各床三軒紙面なり、も、板一枚ため床とある。なお、明治期、六音寺が一枚板の天井を目玉として、遊客していたことも知られている。室町幕府八大将軍、足利義政は、祖父の義光が建てた舎利殿に習い、造営中の東山山荘に、観音度の金星以降銀閣と、通称されるを建てた。銀閣。 自称寺観音度の非文革、西本願寺と合わせて、形の三角と呼ばれる。伊藤若冲の障壁画を、はじめ、大部分の指定文化財は本山である、昭国寺が管理しており、上天閣美術館で保管されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。